岸田首相、またもや現役世代を生贄に。子育て支援金という名の税金。国民一人、月500円負担増。悪いことはしてないけどな。ぼやきの首相。定額減税&政務三役辞任批判。言い訳ばかり上手になる皮肉。岸田政権が少子化対策の財源として、検討している支援金に対する批判が高まっている。支援金は公的医療保険の保険料に上乗せして徴収され、国民一人当たり月500円の負担増となる見込み。支援金とは言うものの、実質的には税金で増税となる。さらに、この支援金について低所得者の負担軽減措置を設ける方針だと、共同通信などが報じている。軽減措置を受けるのは約2600万人で、低所得の国民健康保険加入者約1400万人、後期高齢者医療対象の約1200万人としている。実業家のひろゆき氏は11月21日、自身の X を更新、このことを報じた記事を引用し、自民党、年金は全世帯で払いましょう。少子化対策支援は、後期高齢者は払わなくていいです。と皮肉った。日本維新の会、政調会長の音喜多駿衆院議員も、X に、低所得者の多くは高齢者、全世代で負担を分かち合うと、綺麗事を言いながら、結局は現役世代に負担を押し付ける。いつものパターン、断固反対、11月20日投稿とこの案を強く批判している。子ども家庭庁が11月9日に開いた有識者会議の会合で支援金を保険料に上乗せする案が示されました。税金では風当たりが強いため反発が薄く徴収しやすい支援金にしたというのが見え見えです。また、医療保険を医療以外の目的で使うことも問題視されています。厚生省によると、2021年度の後期高齢者医療制度の支出は16兆6129億円で過去最高。このうち現役世代の健康保険組合や国民健保からの支援金は6兆5266億円ですから、約4割を現役世代からの支援金で支えているんです。一方で75歳以上の高齢者が支払っている保険料は1兆3893億円ですから、自分たちではわずか 8% しか負担していない計算になります。その上で子育て支援金も現役世代からはしっかり取り、高齢者は負担減となれば、不公平感が高まるのは当然です。週刊誌記者 X には低所得者の多くは高齢者、結局は高齢者の負担減で現役世代の負担増、毎度毎度のパターン、なんでこうなるの？子育て支援金、応納負担って所得に応じて？ならたんまりお金をお持ちの高齢者も低所得に分類されちゃうわけだから、結局稼げる現役世代は、またもや生贄。低所得者の中には、退職した資金のある高齢者もたくさんいるよね。現役世代は、税と社会保険料を身の丈に合わないほど負担してきている人たちも多く、もう限界。少子化対策を一切やめて、その分を返した方が子供増えそう。など、批判的な声が渦巻いている。加藤鮎子子ども政策担当相はこの支援金を新しい分かち合い、連帯の仕組みだというが、今年も社会保険料がアップした。税という名称ではないから、岸田総理は増税ではないということかもしれないが、任意ではなく強制徴収なので税に等しい。それに加えて少子化対策の支援金が
徴収されると、若者の可処分所得がさらに減ってしまい、結婚や出産を躊躇する人が増えるのではないだろうか。異次元の少子化対策が異次元の少子化推進策になってしまいそうだ。選挙での自民党への投票を得ることを目的にした高齢者優遇はやめて、若者のことをもっと考えてほしい。悪いことはしてないけどな。ぼやきの首相、定額減税&政務三役辞任批判。言い訳ばかり上手になる皮肉。悪いことはしてないのだけどな。マスコミ各社の世論調査で内閣支持率が軒並み政権発足以来最低の 20% 台になり、岸田文雄首相がこうつぶやいたと11月21日付の朝日新聞が報じている。支持率低下の主な要因として挙げられるのは、遅い、少ないと評判が悪い。2024年6月に予定されている一人4万円の定額減税、そして不倫で山田太郎文部科学政務官、東京都江東区長選挙での買収疑惑で柿沢未途法務副大臣、税金滞納で神田健治財務副大臣の政務三役が相次いで辞任した人事です。自民党内にはやることはやっている、国民への発信力が弱いだけだと擁護する声もありますが、政府は11月20日に2023年度の補正予算案を国会に提出。本格的な議論が始まったこの国会で、それらが追及されることは間違いありません。政治担当記者、防戦一方になりそうな気配の岸田首相だが、20日の本会議での各党の代表質問に対する答弁では、苦し紛れの言い訳が目立った。首相は税増収を国民に還元するとして、周囲の反対を押し切り、定額減税の決定をしたが、鈴木財務大臣や政府内から増収分は使ってしまいましたと言われ、青ざめた。そのため国債発行を余儀なくされるのだが、新たに借金をしてそれを原資として国民に還元することに、タレントの長嶋一茂も11月10日出演した羽鳥慎一モーニングショーテレビ朝日系で、バカなの？バカってことでしょ？支出と入ってくるお金の計算ができないって話でしょ？と痛烈に批判していた。20日の衆院本会議でも、立憲民主党の鎌田さゆり氏から、国民に還元するという発言は根拠がなく、誤りだったと認め、訂正すべきと質問されると、首相は、単年度ではなく、この中からの国の財政の全体を通してみれば、国民の皆様からいただいた税金の一部を国民の皆様にお返ししていることになる。国民から見れば税金が戻ってくるという意味で還元そのものだと答弁して議場で失笑が起きました。前出政治担当記者。また人事についても適材適所の正当性について問われ、全体として適材適所となるよう努めたが、結果として政務三役の辞任が続いたことは、任命権者として責任を重く受け止めていると回りくどい答弁となった。野党議員からは、岸田首相は言い訳ばかりが上手になっているという皮肉が聞こえてきますと自民党議員秘書。SNS にも悪いことしてないけど発言に、そうだね、悪いことはしてないよ。でもいいこともしてないんだよ。任命責任取りましたっけ？悪いことはしてないかもしれないけど、やってることはすべて的外れ、などの批判が多く見られた。国民は言い訳を望んでいるわけではない。岸田政権の支持率上がらないの不思議。経団連会長の魚で発言にネット怒り。国民を馬鹿にしていません？経団連の徳良正和会長73が、またも国民感情を逆なでしているようだ。報道各社の世論調査では、岸田内閣の支持率が軒並み下落し、内閣発足以降最低の
20% 台という散々の結果となっています。これについて、十倉会長は、11月20日の会見で、なぜこれで支持率が上向かないのか私も不思議だと発言。一つ一つの政策はいいことをしていると岸田政権を高評価した上、外交でも成果があるのに、それが数字に現れないのはどういうことなのか、むしろ皆さんにお聞きしたいぐらいだとコメントしていました。経済部記者。十倉会長の発言といえば、たびたびその政策に対するスタンスが波紋を広げている。9月19日の会見では、少子化対策の財源について、若い世代が将来不安なく安心して子供を持つには、全世代型の社会保障改革しかない。それには消費税などの増税から逃げてはいけないと発言し、SNS では、その前に法人税から逃げるなよ、などと猛反発を食らった。さらに、10月10日に発表した政治献金の判断基準となる政策評価で、岸田政権の与党自民党に対し、大変評価していると最大限の評価を与えた一方で、少子化対策の財源をめぐっては、消費税増税を検討するよう、改めて同党に求めたことから、SNS 上では、再び少子化対策で増税、国民の敵だろ、などと、さらなる批判を浴びた。そして、11月6日の会見では、大阪・関西万博の会場建設費が、当初のほぼ2倍となる、最大2350億円に、膨らんだことについて、やむを得ないと強調。建設費が、約350億円かかる木造リングについても、ぜひやりたいと意欲を示し、SNS 上では、自費でやれ、庶民を怒らせる天才、などと大ブーイングを受ける羽目になった。発言するたびに国民感情を煽りまくりの十倉会長だが、今回のなぜ岸田内閣の支持率が上向かないのか不思議発言も、漏れなく X 上で総ツッコミ状態に。